近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。テムズ川を2度越える特設コースに12頭が飛び出しました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。7番ノットナウケイトが先手を取りました。シャドウゲイト、外から行こうというところ。レインリッパー、8番ワイワード、そして5番手に1番キャバルリーマン、12番パルブラブ、その後ろでやりましょうか。6番ゴールデンホーン、そのうちからはバラヌール、フェイスフルさん、さあ気合はどうなんだ。チャオチャオチャオ。この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。4番ファンタスティックライトがこれを追う展開になりました。ちょっと離されまして、5番ミリタリーアタック、もう一度前の方でありますが、先頭を行く9番シャドウゲイト、4馬身リード、この辺りちょっと離れているレインリッパー、そしてその後ろから7番ノットナウケイト、外から1頭ワイワード、そしてそのうちにキャバルリーマン、それから12番パルブラブ、ゴールデンホーンがその後ろ、内を通ってバラヌール、それから10番チャオチャオチャオ。徐々に差を詰めます。差が開いてフェイスフルさん、さあビッグベンを左手に世界の強豪が直線に入ってまいります。チャオチャオチャオは3番手シャドウゲイトが抜け出した、怖い馬が来た。6番ゴールデンホーンだ、ゴールデンホーンが差を詰めてきた、ムチが飛んだ、デッドとゴールデンホーン捕らえるか。チャオチャオチャオ内から懸命に、チャオチャオチャオ、ゴールデンホーン、ゴールデンホーンが2番手、チャオチャオチャオ、やったやった、 SWBC への夢が広がる。